こんにちは、インスルです。バイトの面接に行ってきました。はい。申し込みから、まあ、電話連絡までして、もう、はい、履歴書書いて行ってきました。ホームセンターです。最初に、まあ、仕事を辞めた後に、希望してたやつですね。はい。ホームセンター行ってきました。まあね、いろんな人が働いてる感じで、はい。まあ、35だったんです。35なんですが、私、まあ、まだ35でも、まあ、まあ、この店では若い、なんだかんだで若いですよって言われて、はい。まあ、店長の感じもすごくなんかいい感じで、はい。なんかちょっと雑談する感じで、半分前の職場がどうだったとか、いう感じで、まあ、会話できて非常に手応えがありましたね。多分いけるかなと私は思います。はい。もう、これは受かるんじゃないかなと、まあ、まあ、受かるつもりで、はい、行ってもね、まあ別に恐れることはなかったですね。もう、まあ、30歳超えてから、まあ初めての面接というか、まあ10年以上、もっと15年ぶりぐらいの面接なんで、もう、ちょっと緊張しましたが、まあ全然なんてことなかったですね。はい。とりあえず、まあエンジンかかったんで、これで、もしまあ仮にダメだったとしても、どんどんもう面接できる感じですね。ちょっとまあ落ちる前提、落ちまくる前提で言ってますが、まあもう全然もうエンジンかかって、もうどんどん、はい。面接できる、まあ、勢いではあります。まあ、とはいっても、結果出るまでちょっと1週間以内で、で、まあ、働けるとしても、ちょっと10日ぐらいはかかるとのことで、まあ、待たなきゃいけないんですが、まあ、その間にね、やれることやって、まあ、結果を祈りたいですね。はい。まあ、問題はなかったと思います。まあ、これで落ちたとしたら、まあ、まあ、ね、いや、まあ、落ちた時のことはね、考えずに。なんせね、まあ、もし落とすつもりだったら、もう少しなんか、まあ、ドライというか、ね、あっさりしてる感じだと思うんで、結構いろいろ聞いてきてくれたんでね、私も答えやすかったという感じで、まあ、あとはね、待つだけということで、とりあえずそれまでね、やるべきことや、ね、できることをやってね、待ちたいと思います。まあね、そういうわけで、大きく一歩前進したということを、お伝えしたかったです。はい。というわけでした。ありがとうございます。